よくわかんないけど、うん、まあなんか根拠があるのかな。だから傍若の法則をロムってんじゃないのか、あの人まっす、あの一人で歩けねえとかそういうことをあいつが言ってるからじゃない。うん、未知数？いや、それは俺は聞いたことねえけど、うん。だって昨日夜に、多分傍若が香川の店に行った時に香川から着信あったけど、俺出なかったけどね。うん。うるせえなと思って。もう行くことはねえよ。そんなもんだんべ。別に飲み屋で配信なんか開けなくたっていいんだからよ。な。いや、俺とこは別にかき乱れてないよ。うん。全然。安定の佐野枠だから。うん。ああ、そうかもしんないね。で、多分、なんか俺のこといろいろ聞いたんじゃない？ああ、じっとはあんまりしてない子だね。動きが。うん。まあ、何ヶ月だか、どうなのか、そんなのは俺のが考えることでもないし。根拠がどこにあるのかよくわかんねえし、うん、結局ほっぱらかしたってことでしょ、残ってるリスナーを。そりゃ次開けたら減るわな。健太郎？ああ。それはそれで、あいつの、俺のディスだから、いいんだけど、諭吉あたりに、そんなこと言われたって減でもねえよ。まあと言ってんのか。だってただのあんちゃんじゃねえかよ。できそうに見える。何この写真が？やめる禁止。飛び降りるだけ。一時配信って成り立つとか、うん、知らないそれ。ああ、バッティングフォームの構えね。やってたからだよ。
まあ俺のアンチが投げるんじゃねえの。もうだから味しめちゃってんだよ。ああもちろんもちろん老人ホームなんか入るつもりもないし、そんな金なんかどこにもねえし、月100万も稼げんだ俺。今月ふわっち25日の入金87,765円。やべえだろ。そこにいるの全員人間失格の老害だけだろ。どこにいるのが？あんつぶ？それは誰がいたのか俺知らないから。わかんねえけどな。デッドボール当たったことある？あるよ。それはあるだろ。どこに当たったかな。だってそんなの一回一回どこどどこどどことか言えねえよ。当てはない。うん。右肩が多いんじゃねえかな。セット本当に大変ならみんな応援しますよ。そうだよ、そうだよ。だからあのひっくり返った時だろ、ユイが顔面に投げてきやがってよ、まあ、危ねえなと思ってよ、こうなろうと思ってうらぁと思って、あれわざとやってんだ。一応狙って投げてんだあれ、ユイが。悪い野郎だよあの野郎も。そんなユイガ君も今は刑務所暮らしか。いつ帰ってくんのかね。未知数？それはないって。うん。もうあそこまで言ってるんだから。うん。戻る理由付けができないだろう。
でも毎回一緒じゃん。あ、テッドありがとう。うん。いいよ、今月はもう。家賃分はもう、全部ぶっ込んだから。でも来たら家の中入れるんで、来ないってだから。うん。来ることはない。それは確信してる。未知数？うん、まあそういう問題じゃねえけど、うん、なんだかな、どうにもこうにもみんな、お、PS いらっしゃい、こんにちは。あの人が嫌いみたいだよね。俺は別になんか嫌なことされた覚えはあんまりねえんだけどさ、うん。すごいよね、アクティブだよね。家で配信してて飲んで、そっからタクシー乗って俺んちにバーンって来ちゃうっていうのはよ、俺なんかよ、飲んで配信やって、配信終わってからどっか行こうなんて思わねえけどな、めんどくさくて。じゃね、もういいや飲んだら。えいちゃん、うまかったよ。うん。あれさ、レンチンしてさ、生姜醤油で食った。うん。うまかった。ありがとう。手元に金ねえって、だから、俺。うん。ないよ。いや、ありがとうございます。ラブホーいらっしゃい。まあまあ何にしてもね、私でやってきますわ、コツコツ。まあ今までもコツコツだったからね。ダンス余計なくなったの。もうほとんど結構俺いろんなの溜まってんのをやってったから。うん。しゃあねえな。払うもん払わねえと。増えてねえよ。うん。だからそういうこと言うから、なんかみんなが誤解すんだよ。どっから増えるんだっつうの。
増えてないっつうの。いや、あ、俺の枠にもうコメントも多分しないと思うよ。うん、まあ、おそらく。今実際手元にいくらあるんですか？大体でいいんで。今家賃払ったろ？だろ。47万ぐらいかな。だけどそれを要するに何キャスの月間のその茶枠が少ないわけじゃん。これ10万いかないぐらいだから、だからそっちのやつで家賃を払ってかなきゃなんねえから、そこは手つけれねえんだよ。うん、47万で結構生きていけますよ、ミッチー。どんな暮らしをしてるの？